グレアム・ジェームズ・スーネスは、スコットランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代は、リバプールやミドルズブラ、トッテナム・ホットスパー FC で活躍した。口ひげがトレードマークの選手だった。リバプールでは、通算359試合55ゴールの成績を残した。1977から78シーズン途中に、ミドルズブラ FC から、 リバプール f c へイングランドのクラブ間同士での移籍金の最高額で、移籍、2試合目のホームゲームとなったマンチェスターユナイテッド戦で弾丸シュートを決めるなどの活躍ですぐにポジションを確保した。1984年まで在籍し、ケニー・ダルグリッシュと共に5度のリーグ制覇、3度のチャンピオンズカップ優勝などのタイトル獲得に貢献した。 1978年 UEFA チャンピオンズカップ決勝ブルージュ戦ではスルーパスでケニーダルグリッシュの決勝ゴールをアシストした。また、同大会では1980年10月のオールンパロセウラ戦、1981年3月の PFCX カソフィア戦と2度のハットトリックを決めている。リバプール通算では359試合55ゴールの成績を残した。 その後、イタリア、セリエ A の UC サンプドリアに移籍2シーズンプレーの後、33歳にして、母国スコットランドのレンジャーズ FC で選手権監督としてのキャリアをスタート以来、リバプールやサウサンプトン FC をはじめ、トルコのガラタサライ、イタリアのトリノ、ポルトガルの SL ベンフィカ、ブラックバンドオーバーズ FC など、国外ビッグクラブから、 中堅クラブまで監督として幅広く指揮した。スコットランド代表としては、1982年スペインワールドカップ、1986年メキシコワールドカップに出場した。82年大会では、グループリーグのソビエト戦でゴールを決めている。そして2004年9月、ボビー・ロブソンの後を受けて、入荷するユナイテッド FC の監督に就任しただが、 チームの成績は加工船をたどり2006年2月に解任された。リバプールの監督時代、心臓バイパス手術を3回にわたって受け、今なお薬物治療を続けている。ありがとうございます。